ビトール・マヌエル・デ・オリベーラ・ロペス・ペレーラは、ポルトガル・ポルト出身の元サッカー選手、サッカー指導者。29歳で現役を退いた後、ユースチームや株クラブを率い実績を積む。2010年、FC ポルトのアシスタントコーチに就任し、アンドレ・ビラス・ボアス監督の右腕として、リーガゾーン、サグレス。 タッサデポルトガル UEFA ヨーロッパリーグ2010から11の三冠達成に貢献した。2011年6月21日内部昇格という形で FC ポルトの監督に就任。初采配となったスーペルタッサカンディドデオリベラのビトーリア・ギマラウイス戦では見事勝利を収めるなど好発進に成功したかと思えたが采配選手起用に徐々に 自分の色を出し始め、主力の一人でやったらダメるファルカオの対談を招いてしまった。その結果、リーガゾン、サグレスでは、成績不振、タッサでポルトガルの4回戦で隠したアカデミカ、コインブラ戦での、まさかの惨敗、UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、では、グループリーグ3位となり、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12の、 決勝トーナメント1回戦に回ったが、マンチェスターシティ FC にあっさり敗れるなど批判にさらされた。それでも自らの信念を貫き、リーガゾン、サグレスに連覇を達成した。2013年6月9日、2年契約で、サウジアラビアのあるアハリジッダの監督に就任することが発表されたが1年で解任された。2015年1月7日、 オリンピアコス FC の監督に就任した。2017年1月1日、TSV1860 ミュンヘンの監督に就任した。2017年12月12日、上海上、港集団属級クラブの監督に就任。1年目の2018年にリーグ制覇を成し遂げ、翌年の2019年にはスーパーカップを制覇した。 2020年シーズンはリーグ4位に終わり12月31日に退任した。ありがとうございます。